クレナイアかり祭りは、1919年制作、公開、メトロピクチャーズ制作、配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画である。日本語別題に、赤道路を赤き明かりがある。メトロピクチャーズは、現在のメトロゴールドウィンメイヤーの前身の一社である。あらなじもばの同社入社第一回作品である。あんな名簿が、 本作にノンクレジットの俳役で出演してデビューしている。他、日本人俳優、青山幸男が出演している。同社の配給により、1919年5月4日に全米で公開された。日本では、翌1920年、横浜オデオン座を当時経営していた横浜、山下町の貿易商平尾商会が正式輸入し、 同じ山下町の大正活営が、暮れない上がり祭りのタイトルで配給しようとしたところ、東京、巣鴨の国際活営が上海から、中古プリントを並行輸入し、赤道路のタイトルで宣伝を打った。工業所有権確認をめぐる訴訟となったが、前例がなく、裁判所は辞断を進めた。結果、辞断が成立し、前者は、浅草公園6区の千代田間。 後者は同じく帝国館で同年12月16日に同日公開するという決着を見た。ベルギー王立シネマテークが上映用プリントを所蔵している。マーリーは足が大きいと言って北京の人たちから馬鹿にされている。それは彼女の父親が西洋人で中国人の母親が産後すぐに亡くなった時祖母に転職をさせるなと命じて中国を去ったからだ。 マーリーは、余命行く枠もない祖母から懇願され、足を切ろうとして、傷を負う。この騒ぎを聞きつけ、アンドリューが駆けつけ、自宅のミッションスクールに運び込む。数年後彼女はこの学校の教師になっている。ワン博士もこの学校の生徒で、アメリカに留学させてもらったが、人種差別に苦しめられ、帰国後は密かにディワダンに加わっている。マーリーとアンドリューは恋心を抱き合うが、 そこにサックビル教が娘のブランシュを連れて訪れる。今日こそがマーリーの父親であった。アンドリューは純粋の白人のブランシュに心を寄せる。マーリーはアンドリューの母親に、息子との結婚は許さないと宣告されたショックから自分に横れんぼするワン博士の言葉に従い、外国人排斥の陰謀に加わる決心をする。石頭祭の夜、彼女は、 石刀の女神に噴して人民を先動する。それを見たジュルル将軍は彼女を利用して外人排斥に消極的な交代号の前で女神を演じさせる。しかし外国軍によって義和団の乱は鎮圧され、ワン博士も撃たれて絶命し、マーリーは女神の紛争のまま毒を煽る。ありがとうございます。